ちょっとさ、それ持ってくる気がせちゃった。それはさ、よく。あ、そうかそうか、なんかそれで。まあ、こんな感じ。あ、これだ。あ。それでここになんかコメントが出てくる。そうですね。はい、いいですか。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。性教育について話題を提供する番組、教えてドクター性教育第2回目の放送が始まりました。性教育の最新情報や知っておきたいお得な情報、性教育の常識非常識など、この番組を通して皆様にお伝えしていきたいと思っています。私、ドクターペッパーとドクタールークでお送りいたします。よろしくお願いします。それで皆さん、前回は1ヶ月前の放送だったんですけども、覚えてますかね。あ、ちょっと待ってね。まず最初に今日はおさらいクイズをしたいと思います。皆さん覚えてます？前回、避妊に最も適してる方法は何でしょう。こちら、1番コーラ、2番コンドーム、3番目ピル。シーン。はい、1番。はい、1番。1番コーラ。はい、3番。3番。 ありがとうございます。ピルです。そうですね、前回ちょっとね、コンドームはやっぱり、あの、コーラはちょっと論外なんですけども、コンドームやっぱり破れちゃったり取れちゃったりすることがあるので、ピルで、はい、確実な避妊をしましょうということで説明させてもらいました。それでですね、結構そのピルがどこでもらえるのかとか、値段がいくらぐらいか知りたいとか、そういう意見があったので、ちょっとね、ご紹介したいと思います。低用量ピルはですね、ありがとうございます。低用量ピルは、産婦人科で処方されるものです。ドラッグストアとかでは売ってませんので、必ず医師の診察を受けて病院で処方してもらってください。価格は、あの、ちょっと基本的には自費診療なので、値段はクリニックによって変わってくるんですけども、だいたい2000円から3000円ぐらい、1ヶ月ですね、1ヶ月2000円から3000円ぐらいのところが多いかなと思います。あとはその都会とかね、田舎とか、そういったことでもちょっと値段がね、違ってきます。で、最近は保険が効くようなピルもあるんですけども、まあ、患者さんの本人負担額は、自費のピルとね、あんまり変わらないような感じになって いますね。で、でピルのメリットなんですけども、避妊の他にもですね、生理痛が軽くなる、生理の量が少なくなるとかね、あと、生理が4週間おきにきっちり規則的に来るようになるので、女性にとってはね、すごく、メリットが大きいと思います。ね、旅行に行きたいんだけど生理に当たっちゃったらどうしようとか、そういったこともですね、ピルを飲んでいると、防ぐことができます。で、あと人によってニキビが減るとかね、そういったメリットもあります。ただ、まあ、ピルの方、ピルですね、副作用もあるんですけども、まあ、ただその低用量っていうのは、排卵をしないよう、排卵しないぐらいのね、ギリギリ少ない量のホルモンが含まれているので、その分副作用も出にくくなっています。昔の中用量のピルの時は吐き気とか胸が張ったりとかね、そういったことでピルが飲み続けられないってこともあったんですけども、今低用量ピルになってから、そういった副作用はかなり少なくなっています。ただ一つね、一番重要な副作用としては、あの、静脈血栓症というものがあります。これ、皆さんエコノミークラス症候群でね、聞いたことありますかね。飛行機とか長時間同じ姿勢で乗っていると血栓ができちゃったりするんですけども、まあ、それがね、ごくごくまれにこのピルを飲んでる時に出ることがあります。で、特にですね、タバコを吸ってる女性はこの血栓症ができやすいので、まあ、病院によってはですね、タバコ吸ってる人にはピルはね、出しませんよっていうところもあります。あと肥満とかですね、年齢が高い人、まあ、40代、まあ、特に後半ですよね、
でそうあと、まあ、日本人は血栓症少ないんですけども白人は血栓のリスクが高いというふうに言われています。であとですねよくねホルモン剤っていうとねみんなねがんが心配っていう意見があるんですけども実際ねピルを飲むと子宮体がんと卵巣がんあと大腸がんのリスクが低下するということが分かっています。で乳がんとか子宮頸がんのは実際少しだけねリスクが上昇すると言われてますけども、まあ、特に乳がんに関してはねやっぱり家族歴がある人は注意して使ってもらった方がいいかなと思います。で最近日本人の乳がんすごく増えているので、まあ、ピルをね飲もうかなっていう人はやっぱり乳がん検診をね受けてもらった方が安心かなと思います。でまた子宮頸がんはですねどうしてピルを飲んでいる人に多いのかはちょっと因果関係はね不明なんですけども、まあ、子宮頸がんも今若い人にすごく増えてますので、ピルを飲んでも飲んでなくてもね子宮頸がんは女性の方はみんな検診を受けてほしいなと思います。ピルを飲むと太るとか将来妊娠しにくくなるとかそういったことはないので安心して飲んでもらいたいなと思います。であとですねもともとの体質でピルを飲めない人もいるので、必ず医療機関を受診してピルの処方を受けてください。でここに書きましたけどネットとかでねネットで安く買えるからって言ってネットで買う人がいるんですけども実際ネットでピルを買って飲んでなくなってしまったっていうこともあるので あるんですよね。だからやっぱり外国のピル安いピル、だから飲んじゃいけない人がねそういう例えばタバコ吸ってるとか肥満があるとかもう年齢的に飲んじゃいけない年齢だったとかねいう人が勝手に飲んじゃう。だから医師の判断が何もないまま飲んじゃうってことだから、ね、まあ危険がわからないままってことだから非常に簡単に手に入っちゃうから危険ですよ皆さん。ちょっとお面グレードアップしたね。一応これあのこれねベースは悪魔の。あ悪魔の。一応悪魔のね。悪魔の教団。まあ、こういうあのちょっとねあの啓蒙するようなことに私が役に立つかなと気をつけてください。啓蒙活動ね。そうなんでね、まあ、ピルはねすごくメリットも大きいけどもね、うん、あの本当あの適切に処方されるってことが必要なので、まあ、産婦人科を受診してください。それではですね今日の本題に入りたいと思います。はい、あれ前ですね。今日は増える性病怖い梅毒ね、じゃあちょっとドクタールーク性病っていうとどんな性病が思いつきますか？なんかまるで僕が性病をねあの何でもかかってるかのようなまあでもで性病っていうとほらまあやっぱり習ったのはクラミジアがやっぱ多いのとあとあの淋病ですよね。淋菌っていうと感染症ですよね。その2つが今は多いのかな。そうですね、うん、日本ではまあね性病って一括りに言うと、うん、まああとエイズとかまあ ね肝炎ね B 型肝炎とか C 型肝炎とかああいったのも性交渉で、移るのでいわゆるその性行為感染症、ね、そうですね性行為で移るものっていうものを含めるとそういうのも含まれる、ね、そうですね、うん、でただ日本の特徴はやっぱりクラミジア先進国の中であのこんなにねクラミジアとか淋菌が蔓延してる国ってないそうなんですよ。そう日本は特に多いみたいです。でまああんまりねクラミジアとか淋菌って言われてもピンとこないと思うんですけど、まあ、特にね女性は症状出にくいんですけど男性はどうなるんですかねかかると。まあかかったことないからまあもちろんわかんないんですけど一応でもねやっぱりどうしてもこう要するに自分のね物の先から普段出ないような膿が出てくるのがやっぱ多い。あと痛い痛い。それは多分経験者じゃないとわからないと思うんだけど普段ねいわゆる性器とは違ったものが出てくるってことですね。
ちょっと関係ない、この間でもね、日本人ってあんまりその性病とか、まあ、特にセックスの話って友達とはしないですよね、うん、したことはないですね、あんまり、うん、でも私この間ねちょっと外人と話してたらなんか突で、まあ、こういうね番組やってるんだよって話をしたら、あ、僕そういえば昔性病になったことあるんだよって言われて、って言ったらなんか女の子とデートして、で次の日の朝になったら突然痛くなって海が出たんだよって、いや次の日の朝には症状出ないかなと思ったけど、でもそれでクラミジアだったんだっていう話を普通にしてきて、やっぱ日本ってねあんまそういう話しないから、話もしないし、うん、だから別にで学ぶ機会もないですね、うん、まあ、学ばない、ね、学校で別に教育でやんなくても友達同士でね、うん、話さないよね、だから日本人はね外人から見るとかまととぶってるらしいですよそういうの話しないから、うん、ね、どうやって言っていいか分かんないもんね、なんかそういうのも勉強しなきゃいけないのかもねそう、ね、ね、まあそうね、ずっと私この、ね、ちょっと最近びっくりしたんですけど、まあ、その性病の、ね、怖いところっていうのは症状が出ない、出にくいんですよね。男の人は症状出るんですけど、まあ、半分ぐらいの人は男の人でも症状出ないって言われてます。で女子はさらに症状が出にくくて、まあ、織物がちょっと増えるとか お腹が痛いとかね、そういったことが、まあ、出る人もいますけど、全く症状がないこともあります。で症状はなくてもクラミジアは体の中にいるので、また違う相手と性交渉があればどんどんね、広まっていってしまうのが、まあ、性病のね怖いところなんですよね。で特にですね、女性の立場から言うと、そのクラミジアとかリンキンという菌は膣の方から入ってくると、その子宮をねにたどり着きますよね。で子宮っていうのはこう卵管を通じてお腹の中まで通じているんですよね。だからばい菌もどん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 上がってきてお腹の中に入っちゃうんですよ。でお腹全体に広まっちゃって癒着を起こすんですよね。で癒着を起こしちゃうと、その卵管っていうのがねこうヒロヒロってなってて、こう卵がね入ってくる通り道なんですが、そこも癒着が起こしちゃうので、やっぱ将来妊娠しにくくなる、不妊症の原因としてね、やっぱりクラミジアとかリンキンっていうのはすごく注目されています。でまた妊娠中の女性が感染すると赤ちゃんにも影響するということが分かっています。赤ちゃんの結膜炎とか肺、重症の場合はね肺炎とかね、そういったことを起こしてくるので、まあ、割と妊婦さんね、妊娠初期にねやっぱそういった検査をして、もしクラミジアがいる場合は治療をすることが必要です。妊娠中でも治療ができます。であとですね、最近増えてるクラミジアがそう、そのね子宮とかそういったところだけじゃなくて、喉、咽頭のクラミジアも増えてるんですよ。やっぱりその性行為がいろんな形でね今行われますので、まあ多様化してるんですね。そういうことなんですよ。それで、まあ、喉の痛みとか腫れとか、ね、熱が出たりとかね、風邪みたいな症状でなんかなかなか治らないとクラミジア咽頭炎だったりっていうことが割とあります。でそういったのがですね、やっぱり性交渉の経験する年齢が早ければ早いほどクラミジア感染症とかリンキン感染症にかかるリスクは高いっていうふうに言われています。やっぱり初高年齢が低い場合はですね、本人とかそのパートナーがやっぱり不特定多数の方と性交渉を持つケースが多いので、まあ、そういった感染症にかかるリスクが高くなるって言われています。でこの性行為感染症の治療をするときにですね、ね、例えば女の子がちょっとねお腹痛いんです、織物多いんですって言ってきて、じゃあクラミジアですって言って治療した場合に、やっぱりパートナーの人も治療し一緒に治療してあげないと治らないんですよ。女の子だけ治すとまた彼の方が持ってて、また女の子治ったけどまたエッチするとまた彼は治ってないからねまたもらっちゃうっていうのをピンポン感染っていうんですけど、まあ、そういうのがあるので、まあ、男性の場合もそうで、男の人がね例えば泌尿器科とか来たらね、やっぱ女性の方の治療も受けるように言ってもらいたいなと思う。
あ、そうですね。お男性は大体男性はもう泌尿器科ですよね。内科に来る人はあんまり他経験は全然ないんで、多分膿が出たというと泌尿器科に行くんじゃないかと。まあ、こういったクラミジアとかもお薬で治るので、うん、おかしいなと思ったら病院に行ってもらうのがねいいかなと思います。それでですね、最近この増えるね梅毒、最近実はね梅毒が増えてるんですよ。梅毒って知ってますって言ったの私もね、あんまりそこの正直言ってね、僕はね、当然、まあ、大学の時はねちょっと勉強はするけども、うん、僕も全然見たことがほとんどない、ね、これ昔の病気、そう昔の病気、ナポレオンは梅毒で死んだらしいですよ。あ、そう、そんなことなんかこのグラフを見てほしいんですけども、ずっとですね梅毒年間、ね、日本全国の件数ですよ。これ日本全国で年間1000例行ってなかったのが、2011年ぐらいから急にちょっと件数が増えてきて、もう8000人超えるんじゃないかってところまで来てる。7000人、そうですね、今2018年は8000人超えるだろうっていうふうに言われています。で、特にですね東京とか大都市ので増えています。で、まあこれは言っていいのか、一応ですね大きい声では言えないけども、夜の爆買いが原因じゃないかということなんですよね。爆買い結局ね、あっちの大陸の方から観光客が押し寄せてきて夜の観光もするんですよね、都会で。それで女の子たちがもらっちゃって、うん、でそういう人たちは日本人も相手にしてるんで日本人にも広がってきてるっていうふうに噂されてます。で、まあこれでも本当今全国に広がっていて、実は私も見たこと、その症状ある人は見なかったけどね、そういうねお仕事してる人が来て、自分そういう人たちってね、自分でこうなんかキットで自分で病気になってないかチェックするらしいんですよね、定期的に。でそれが陽性になったからって言って来て、でだから病院でもう一回調べてみたらやっぱり陽性で。チェックキットがある、なんかキットをね持ってるみたいな、わかんない、売ってるのかネットで買えるのかななんかねそういうの自分が病気性病になってないかね自分でチェックする。でそれが陽性になったからって言って病院に来てくれてよかったんだけどね。あ、そうだね、すごい時代だね。そう、でまだ全然症状が出る前だったんで、うんうん、まあ、お薬始めましょうって言ってお薬飲んでもらってるんですけど、まあ、梅毒もですね、まあ、そういう怖い病気なんですけども、お薬を飲めばねちゃんと治りますので、やっぱりおかしいなと思ったらね、まあぜひね病院に行ってもらいたいと思います。で実はね、私もルークもね梅毒の患者さん見たことない、症状がある人ね見たことないから、ね、本当になんかね申し訳ないんだけど、なんかそのねお股とか陰部とかそういったところにねしこりができるんだよね、なんかね多分ね。でなんかで赤い発疹が出てきて、出たりします。で梅毒の怖いところはそういったしこりができたりね、しこりになったところは潰瘍になったりするんだけど、それが自然に治っちゃうんです、何にもしなくても。だからそこでみんな治ったと思って病院行かない可能性があるんですよね。でまたそれが何週間かするとまた症状が出てくる、今度はその全身に赤い発疹が出てくる、ね、でリンパ節が腫れたりするんだけども、それもねなんか自然に消えちゃうらしいんですよ。あ、病院行こうかな、どうしようかなって思ってる間にスーって消えちゃうから、あ、治ったって思っちゃう。でも梅毒はずっと体の中にいる。だけどやっぱりその辺でね、やっぱり受診してもらえないと、もう神経とかね行っちゃうと骨とか筋肉とか神経とか全部やられちゃうので、もう何そうなっちゃうともう治らないんですよね。で一生背負い込むことになってしまうので、やっぱりですね早めにおかしいなと思ったら病院に行ってもらう、
それが大事です。で、梅毒もね、本当に、結構ね、内服で治す、抗生剤飲むんですけど、時間かかりますけども、一応、まあ、2期ね、そのバラシンとかが出る、湿疹が、発疹が出るぐらいまでだったら、お薬で治るので、ね、病院に行ってください。で、性病のね、予防法、この間は避妊の予防法についてお話ししましたけど、性病の予防法ね、一番は、まあ、性行為とかね、まあ、それに近い行為をしない、まあ、それが一番の予防法ですよね。で、一応2つ目としては性病の予防に有効なのはコンドームです。で、この間コンドームは避妊にはちょっと 100% の避妊はできないよってお話ししたんですけども、コンドームは性病の予防には有効です。でも 100% ね、全部は防げませんけども、でもかなりの確率で防ぐことはできます。で、そうそう、質問、コンドームの付け方って男の人って習うんですかね。来ましたね、私の手元どうやって学びました。いや、でもこれ多分ね、見てる人みんな、うん、まあ、男性は思うんだけども、うん、つけるとこそういうこと学んだことある人っていないじゃないかと思うんですけどね。うん、何、使用説明書とかあるんですか。いや、だから買ってきて、うん、で、まあ、まず初めて買いに行く時もドキドキしながら買うんですよね。で、開けてもまずどっちが裏だか表だかよくわからない。で、まあ、使用説明書を見ると、うん、一応こういう風につけてって書いてあるんだけども、多分ひっくり返してつけちゃったりとか、うん、まあ、結構ヌルヌルしてるんで、うん、でね、ちゃんとローションがついて、うん、だからうまくつけられないとかで、うん、だから実際でもそれを友達とかとね、こう相談してどうやってつけるなんてことも聞けないし、当然親にも聞けないし、うん、これつける多分ことを習ったことがない人もほとんどだと思う、うん、だからつけ方を間違ってる人も結構いるんじゃないかと思うんですよね。かもしれないですよね。空気をね、ちゃんと抜くとかね、そういうのをやってない人いるかもしれないですよね。それで私そういうね、そういう悩める少年のためにいいことを教えてもらったんです。 YouTube でコンドームの達人って検索すると、正しいコンドームの付け方のね、動画が出てきます。岩室慎也先生という、まあ、性教育やってる先生が作った動画なんですけども、まあ、コンドームの付け方をすごく真面目に丁寧に検索して教えてくれます。私てっきりね、コンドームの達人っていうのはその動画の名前かと思ったら、そうじゃないんですよね。コンドームの正しい付け方っていうのは一番上に出てくるんですよ。コンドームの達人ってやると、あ、これじゃないのかな。そうそうそう、そうなんですよね。で、これ、これ、そうです、岩村先生ね、まあ、本当ね、すごいよくここまで真面目にね、できるなって。これぜひね、皆さん見てもらいたいです。で、これをね、今ね、さっきね、コンドームの達人って検索したらね、下の方にね、北村邦夫のムキムキ体操っていうのが出てきて今度ムキムキ体操はちょっと今度ね、ルーク先生にね、話してもらおうかなと思うんで、それ、まあ、ムキムキ体操ってどういう意味だの、ムキムキ、ムキムキする男の子が必要な体操です。あ、そういう体操がある、ムキムキ体操。じゃあちょっと見ておきます、見といてください、はい。で、あ、言ったよね、だいたいそんな感じでいいのかな。時間はそろそろですかね。一応ですね、次回の予告、あ、次回まだ男の子じゃなかった、ごめんなさい。次回一応ですね、12月18日の予定です。で、次回はですね、望まない妊娠と虐待というお話をしたいと思います。そうですね、やっぱりそのね、妊娠、望まない妊娠がね、どういう結果になるのかということですよね。で、まあ、虐待もね、年々増加しているので、これも本当性教育にはね、避けて通れない話題かなと思いますので、まあ、次回このあたりをお話ししたいと思います。いいですかね、じゃあまた皆さん次回早いまだ大丈夫ですか。はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。
無理やり大